和州下町探偵団源さんです。やっぱり富岡八幡宮のおみこし入っちゃったんでちょっと間空いちゃいましたけど、下町ハンバーガー総集編の続きまたやっていきたいと思うのだ。ということで第3弾があるかもしれないけど、第2弾スタートです。よろしく。総集編の1軒目、チルトコ、どう言ったらいいのかな、ハンバーガー屋というかハンバーガーを売りにしてる喫茶店、そんな感じかな。だからハンバーガーね、めちゃくちゃうまいって店じゃないんだよ。あ、まあ、まずくはないよ、まずくはないけど、ハンバーガーすごく効いててうまいってわけではないの。ただハンバーガーも食べられるよっていう、そんな店。これアボカドバーガー、わしはいただきました。南須田町の巨大団地の中にあるルイスバーガー、最近できたばっかしみたいだけどね。ここはね、オーナーもからシェフ店長もブラザーズの出身だそうです。美味しいらしいんでちょっと来てみました。チーズバーガーうまいってことなんだろうね。まあ、結局わしはチーズバーガー食べてないんだけど、だチーズはでもね、入ってたのよ。すごくうまかった。門前仲町の深野不動のね、裏っていうのかな、隣にあるんだけど普通の民家で、サンコンティアンっていう店です。ハンバーガー屋じゃないんだけど、なんかこのハンバーガーすごいうまいって噂を聞いたんで行ってみた。で、なんか場所悪いんだよね。まあできたばっかしってのもあるんだけど、あまりお客入んないんで困ってますって店員の女の子が言ってました。だけどハンバーガーうまかったよ。なんかね、パティのねビーフすごいうまかった。住所でいうと墨田区横川、倉庫街っていうのかな、複合ビルなんだけど墨田パークプレイスっていうとこにある最上階にあるパークカフェダイナーってところ、ここねフットサルの会場の隣にあって、フットサルの試合が見れたり、試合っていうかお子様がやるのかな、練習風景が見えたり景色が良かったりね、こんなとこにこんな洒落たとこがあるのかみたいな感じのとこだった。続いては錦糸町アルカキットの、フードフロアにあるシェーンズバーグ。ここはステーキ屋、ハンバーグ屋さん、そんな感じかな。まあ、だけどハンバーグ屋さんだからね、ハンバーガーもうまいよ。こんな感じ。続いてはね、ここは本当にステーキ屋さん、墨田区太平にあるヌーベルバーグ。ステーキ屋さんだからね、肉うまいからね、もちろんハンバーガーも美味しい。土曜日だけだったかな、限定でハンバーガー出してるんだよね。それをちょいと狙って行ってきました。なかなかうまかったです。豊洲のララポートの JS フーディーズってハンバーガー屋さん。やっぱ豊洲だね。ララポートだね。なんかね、小綺麗な感じだったよ。
なんつうの、お店も小綺麗なんだけど、こう、バケットってのかな。器側に出てくるハンバーガーもなんか、ちょっとおしゃれな感じ。これ、こんな感じだった。なんかハンバーガーっぽくないんだよね、見た目。だけどね、美味しかったです。墨田区成平のアンチェインダイナーズ。立派にハンバーガー専門店です。なんかね、ハンバーガー屋さんってみんなそうだと思うけど、50年代、60年代、アメリカ西部、そういうのをモチーフにしたお店、多いよね。まさにそんな感じ。中がね、またね、なんていうのかな。ハンバーガー自体もね、ボリュームあって美味しいんだけど、中がまたね、手前の待合所の椅子もそうだったけど、これ隠れ家見たくない、こっちの方でね隠れて食べるとね、なかなかちょっと面白いというか楽しい雰囲気が味わえるんじゃないかな。美味しかったですよ、なかなか美味でした。亀戸駅東口の東京亀戸バンズーハンバーガーショップです。アットホームな感じ。ほら、ハンバーガー屋さんって書いてあるでしょ。で、家族連れとかカップルとか多くてね、なんかほんわかした感じだったよ。あとね、特筆すべきはね、バンズはね、黒いのと白いのがあって選べる。黒いのは炭入りがなんか入ってるみたいでね、ちょっとね、これはこれでいい感じでした。続いてはね、バクロ横山のモンキーツリー。ここかなり人気あるっぽいんだよね。なんだろうね、まあ、味もいいんだけど値段がちょっと安かったりするのかな。あとお酒なんか飲み放題とか夜やってたりとか、結構ね、サラリーマンなんかに受けるような企画っていうか催し物を結構やってる感じだよ。 C って言うと玉ねぎ酢は奥の方にしか店員がいないの。手前の方で注文するとね、すいませんって大きな声で呼ばないとね、来てくれない。味はいいっすよ。美味しかったです。亀戸の駅の南側にあるゴールデンゲートバーガー。ここはね、味だけ言えばね、多分今回の40店舗のうちベスト3に入るんじゃないかな。結構美味しかった。もともとね、オーナーさんが精肉店かな、なんか肉屋さんで勤めてたっていうこともあるみたいで、そっから独立して、全てってどっからどこが全てわかんないけど、国産にこだわってんの。そこら辺が味がいい決め手なのかな。江東区塩見の塩見スキッパーズ。ここ分かりづらいんだよね。入り口にね、ちょこっとしか書いてないの、店名が。だからそれがわざと狙いらしくてね、なんか面白いオーナーさんで、結構いろんなことに挑戦してたり、なんていうのかな、仕掛けてる感じ。ハンバーガー教室やったりとか、いろんな人とこう会議っていうのかな、いろんなハンバーガー屋さん行って、いろんなお話し合いしたりとか、あとここね、川っぺりなのよ。で、川っぺりなんでドライブスリーの川番、船で来て注文ができるような
仕組みを作ったりとか、なんか話題を作るにはね、こと欠かない感じだったね。あ、もちろん味はいいです。美味しかったです。下町ハンバーガー総集編。やっぱ日本じゃ終わらなかったね。多分3本で終わると思うけど。ということで、もう1回だけ続きます。下町ハンバーガー総集編。今日のとこはおしまい。これでいいよな。